なんで俺はこいつと一緒に堀家のこたつに入っているんだ。ああ、そりゃ俺とタケル君が仲良しだから。いつ仲良しになったんだ。それは忘れもしない高校時代。語るな。お前はいつもいつもそうやって。ほら、こういうやりとりって仲良しっぽいじゃん。また先手を取られた。